で、このような障害に対して、まあ、有名なのが、まあ、皆さんお耳にされたことあるかと思うんですけれども、まあ、ロサンゼルスエンゼルスの大谷選手が肘の内側側副靭帯の損傷に対して、PRP という再生医療の技術を使ったことがあるということが報告されています。ただこれはまあ残念ながら十分な効果が得られなかったのかどうか分かりませんけれども、まあ、実際手術に至ったという背景があります。まあ、今後はこの PRP を超えた再生医療の技術として、昨今では肝硬化の肝細胞、ご自身の修復能力のある細胞を利用した再生医療という技術が非常に期待されます。当初は骨、骨髄から取っていた肝硬化の肝細胞が使用されていたんですけれども、最近はご自身の脂肪、こちらから採取できる肝硬化の肝細胞という方がより注目を浴びております。いろいろな点でこちらの方がメリットがあるからです。